はい、帰ってくることはできるんですけども、要はお掃除しても物を片付けてもゴミを出すなっていう状況になってるもんですから、ですと家庭の内に置くしかないもんですから、それから除染が進んでませんので、うん、当然草も枯れない状況なんですよね。タンスはひっくり返ってますし、タンス、それから本棚、食器棚、全部ひっくり返ってますんで、この中もそうですよ。あ、そうなんですか。そのまま手つかずのままに。手つかずですね。こちらに荷物があって、今、さっき郡山の方に住まれているところなんで、はい、なかなか、行ったり来たりするのも大変ですよね。大変ですね。2時間かかりますね。そうですよね。はい、で、はい、私の場合は仕事の関係でいわきに住んでるんですよ。結局ぐるっとこう福島県の半分を一回りしないとここまで戻ってこれないという状況です。そうですね、情報、町の情報は広報毎月届くようになりましたんで、これはあんまり問題はないんですけれども、ただ支援物資ですとかね、私らのところにはほとんど来てないですから、状況的に言いますと、ここは線量が、0.2 マイクロシーベルトぐらいなんですよ。2から2、3ぐらいですね。私が避難している郡山が 0.7 ぐらいあるんですよ。郡山の自治会の方が測定しているところで 見せてもらったんですけども、やっぱり 0.7、0.8 あるよっていう話だもんですから、こういった場所ですと、全国的に見ると高いんでしょうっていうふうに思われがちですけども、そうじゃないところも結構ありますし、インフラ、それからお店、病院、それらがやっぱり機能していただかないと、帰ってきてもまた元に戻らざるを得ないという状況にもなりますので。